続きまして、本来であれば生徒会より生徒による学校説明をさせていただきたいんですが、こういった状況ですので生徒の方がですね、生徒会事務局が動画を作りましたので学校紹介動画を作りましたので、ぜひ見ていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、生徒会事務局です。今日はサイエンス生の一日を通して皆さんにサイエンス生を体験していただこうと思います。まず今映っているこれが通学風景です。都合により電車に乗っている風景は撮れなかったのですが、サイエンス生の電車通学について話していきたいと思います。サイエンスに電車で通学してくる人は京急を使う人と JR を使う人との大きく2パターンに分かれます。京急は普通列車であれば横浜から先の上り線はかなり空いていて比較的快適に通学ができると思います。それに対して JR 鶴見線は行き先によって混雑度が変わるため空いている便をめがけて乗るのが重要だそうです。上りの京浜東北線はものすごく混むそうなので覚悟が必要だそうです。サイエンス生になったらぜひ参考にしてみてください。学校に着いたらこの日はカフェテリアで昼食をとる予定なので食券を買います。朝のうちに食券を買っておくとあまり並ばずに済み、さらに人気メニューの売り切れの心配もないのでおすすめです。教室には朝のショートホームルームより30分ほど早く着いて朝学習に取り組みます。この日は中間テストが終わった直後の月曜日なのでテスト直しまでの束の間の時間ということで数学の次の単元の予習をしていますね。授業の予習をしておくとやはり内容が頭に入っていきやすいのでとても学習が楽になります。朝に勉強する習慣を固定できるととても強みになるので朝学習はおすすめです。そして朝のショートホームルームも終わり授業です。はい、ということで先ほども言ったようにこの日は中間テスト直後ということで、そうです、あるのはテスト返しなんです。そういうわけで教室は騒がしいですね。はい、そして緊張の瞬間、微妙でしたね。点数は相当にお任せいたします。今日はこんな感じでテスト返しの授業がこれからも多いです。正直しんどいですね。午前中の授業が全部終わり待ちに待ったお昼ご飯です。このカフェテリアでご飯を食べる人は日によるのですが、私の体感では全体の4分の1から3分の1くらいっていうイメージですかね。この日はエビ天丼に加えて売店でアイスまで買って食べてしまいました。サイエンスのカフェテリアの満足感はとても大きいです。私は普段ご飯を食べ終わったら4時間目までの間友達と喋っています。この日は友達とトランプをしていますね。このように友達と話す他には次の授業の準備をしたり、たまに仮眠を取ったりもしています。さてお昼休憩も終わり午後の授業が始まります。ここでは生徒会事務局メンバーの1年生の授業を見てみましょう。おっと、何かこれはメモを取っていますね。これはサイエンスリテラシー、通称 SL と言われる本校の特色ある授業の一つです。1年生ではこの SL1 を通して2年生に控える SL2、 個人研究の基礎を学んでいきます。今日の SL1 の授業では人工知能の仕組みについて学習していますね。今回は外部の先生が教えてくださっています。人工知能が出した結果はなぜそうなったかという理屈をちゃんと説明するのが難しいことが問題になっているそうです。理屈を説明できない結果をやすやすと信じて、それを人の命が関わる部分にまで使っていいのかと問われるとなかなか考えさせられます。私も去年同じ講義を受けたのですが、この部分は特に印象的で頭に残っています。さて実際に AI を使うそうです。 AI が自動でオレンジの点が持つ領域と青の点が持つ領域を分けていますね。では少しの間この様子をご覧ください。
いかがだったでしょうか。点をどこに置くか、分布を複雑にすると AI も領域を分けるのに時間がかかったりと面白いですね。来週はさらに手を動かすことが多くなる実践の授業だそうです。1年生の事務局員はもっと人工知能を実感することができそうで楽しみと言っていました。さあ、午後の授業も終わり、放課後となりました。ここでは生徒会活動について見ていきましょう。この日は生徒会の一つの議会である執行部会が取り行われました。メンバーは各委員会の委員長や生徒会事務局員などです。今日は中止になった本校の文化祭にあたる総校祭の代替行事について話し合います。私、事務局長はこの後すぐ部活に出たいがために練習着で参加しています。このように生徒会活動は放課後をはじめとした様々な時間で行われています。皆さんも入学したらぜひ委員会や生徒会事務局の一員になってみてください。まあでも放課後の活動といえばやはり部活動ですよね。サイエンスでは運動部、文化部含めて約30もの部活があります。ではまずいくつかの部活をスライドショーで紹介したいと思います。どうぞ。いかがだったでしょうか。全ての部活で平日週3回まで、土日はいずれか1回までという活動の制限が基本的にあるため、勉強と部活の両立ができるというのが大きな特徴かなと思っています。それでは今回は軽音部の活動の様子を動画でお届けしていきたいと思います。どうぞ。さあ、授業も終わり、放課後になりました。ここからは放課後の生徒たちの自主的な活動を見ていきましょう。まずは文化部の軽音楽部です。普段は交流棟の3階で活動しています。バンドは基本的にボーカル、ベース、ドラムが各パート1名ずつ、ギターが2名で構成されています。ボーカルと他のパートを兼ねる人もいるそうです。今年の総校祭は中止となってしまいましたが、クリスマスのライブに向けて1年生も2年生も練習しています。帰り道は友達と一緒です。模試勉強するからこそ家にある。この日は模試について話しているみたいですね。こんな感じでサイエンス生の1日の学校生活は終わっていきます。いかがだったでしょうか。本日私たちがお伝えできたのは、何百日あるサイエンス生の学校生活のたった1日だけでしたが、もしサイエンスに入学をすれば、このように切り取られた1日だけではなく、もっと多くのことがあるサイエンス生活を送ることができます。皆さんのサイエンスへのご入学を心からお待ちしております。以上、生徒会事務局でした。